ベールレタンは、フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏、ブーシュイコールデュローヌ圏のコミューン。アルク川デルタ地帯、ベールレタンは、アルク川川口によって形成された中石平野に一致している。町は、ベール湖の端に位置しており、その位置は小さなバイヌ湖とベール湖とを分ける重要なポイントとなっている。アルク川右岸全体は、農業用地であり、 一方、左岸の大部分は市街を取り巻く、石油化学施設で占められている。ブルニの塔から東のバラジャケ丘陵までの一連の丘を除けば、コミューンのほぼ全域が海抜40メートル未満、そしてそのうちの半分が海抜20メートル以上である。地中海性気候はやや穏やかであるが、ミストラルがしばしば発生し、冬には霜が降りることがある。 中石地はよく運河で排水され、工作に特に適している。ベール湖周辺は、温室栽培による野菜と果物の国内大手、生産地である。ベール駅、ベールレタンの位置は交通の軸からやや離れているが、近い。フランス国鉄のベール駅が、コミューン内にあり、テルマルセイユミラマセンが数本運行されているが、ベールから約 20km 離れた。 エクス・アン・プロバンス TGV 駅から3時間でパリリオン駅に3時間30分でトゥールーズ・マタビオ駅に4時間20分でリール・ユーロップ駅に着く。2016年時点のコミューン人口は13,483人であり、2011年の人口と比較すると2.58%減少している。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。